皆さんこんにちは田中です、まあ、ここまでコーヒーの話をしてきたんですけど、まあ、僕自身大体いいコーヒーをこう自分でハンドドリップで入れるようになって、まあ、3年弱ぐらいなんですが、まあ、その3年弱の中でもすごくこう変化したことがあってそれはかなりあの自分でもあの発見というか驚きだったんですけど、まあ、それは何かというと、まあ、味覚とか嗅覚がすごく変化したんですよね。 あの最初の頃は例えばコーヒーを入れても例えば、まあ、最初のうちってあの入れるのもあんまり安定しないのであの日によってすごくこう薄くなってしまったり逆にすごく濃くなってしまったりとかするしてたんですけど、まあ、その頃の,あの味覚で言うと、まあ、ちょっと苦いなとかちょっと薄いなっていうすごくこうそれぐらいの違いしかわからないなんかメモリで言うとすごくメモリの感覚が広いような。 状態だったんで,す、ね、でまああんまりその,豆の違いいっていうのもよくわからないもちろん入れ方があ,のあまり安定してないんで違いがわからないっていうところもあったんですけどただやっぱりお店とかで飲んでも例えば産地によって例えばなんかブラジルの味とコロンビアの味があっていうのも、まあ、少しこっちの方が苦みが弱いなとかそれぐらいの違いしかあんまり分かんなかったんですね。 でもだんだん1年1年半とやっていくとあの同じ豆でもその火の入れ方によってすごくこうちょっとの違い、まあ、苦味が強く出たとか酸味が結構強く出たとか、まあ、甘みが結構出てるとかあるいはその香りの部分があの違うとかっていうことがすごくこう細かく分かってくるようになったんですね。であの例えばこう 音楽だとか美術だとか、まあ、それあの芸術とかにこうたくさん触れることによっても違いが分かるようになってきたりとかあるいは自分があるスポーツ例えばサッカーとかバスケットボールとか、まあ、その他のスポーツでも自分がやることによってあのプロの選手のすごさとか、まあ、それぞれの選手の違いが分かってくるっていう、まあ、そういった自分がやってみることとか、まあ あの触れることによっていろんなあの違いがより分かるようになってくるっていう面もあると思うんですけど、まあ、そういったこの比較的、うん、少し抽象的なあの少し複雑な領域に関してあの目が肥えるとかそういったことはあの、まあ、分かるというか自分自身も経験してたんですけどそのまさに味覚とか嗅覚っていった五感そのものが、まあ、こんなに変わるんだっていうのはすごく驚きだったんですよね。 で実際その味覚の変化っていうのはコーヒーだけではなくていろんな料理を食べていてもやっぱりその微細な違いっていうのがすごく感覚的にあの感じ取れるようになってきたりとかまあいろんなあの香りで言えば例えばお花とかあのその他いろんなうんまあアロマとかそういったものの違いっていうのもかなり明確にクリアに分かるその違いがあの。 分かるようになっっていったんですよね、まあ、なので、まあ、私たちの,そのいわゆる少し複雑な抽象的なものとか技術っていった部分に関して私たちの,その感覚とか認識があの経験すればするほど変化していくっていうのは、まあ、多くの人が経験していることかなと思うんですけど、まあ、そういった五感レベルの話であっても。 やっぱり感覚ってあの大人にななっってても育つんだその感覚が育つっていうのはいろんなあの表現の仕方あると思うんですけど一つはそういった細かい違いが分かるようになってくる目盛りが微細になってくるであるとか、まあ、そもそも今まではあのそこに重要度がなくて意識に上がらなかった、うん、感覚についても、まあ、ちゃんと感度が あの生まれてくるで今まで感じたことないような味とか香りっていうのもちゃんと認識できるようになってくるまあ、そういった変化がまあ出てくるんですよねでおそらく脳の方でもまあ、それに対応したような変化が起こっているとは思うんですけどまあそういったような形でまあ、触れれば触れるほど感覚っていうのは変化してくるんですよねで。 まあ同時にその感覚の変化に応じて自分のこう好みも結構変わってきてるんですよね。で最初のうちはですね結構こうエチオピアとかえっとまあエチオピアですねすごくこうあの紅茶に近いような軽い香りとか味がするようなものが好きだったんですけどまあだんだん,ん例えばあのすごく深入りで入れたようなネルドリップの,あのコーヒーが好きになったりとか。 ま,あまたそこを経過してあの最近だと、まあ、あのいわゆるサードウェーブって呼ばれる、まあ、すごくこう香りが豊かなあの朝えりの豆が好きになったりとか、まあ、感覚が変化するところだけでなくて、まあ、好みっていったものも、まあ、やっぱりその時々で結構変化してるんですよね。で、まあ、そういった、まあ、なんか好みの変化とか感覚の変化っていうことも。 まああのまあ、そういった趣味を通じなければ意外と固定化されたものに感じてしまう、まあ、自分はこういうものが好みだからとか、まあ、こういう味はあんまり好きじゃないからっていう風うに、まあ、なりがちだと思うんですけど、まあ、こういったあの趣味を通じてかなり感覚も変化してくると何、まあまあ、て言うか趣味の問題って言えばいいのかわからないですけど、まあ、まさに自分の好みも結構移り変わる。 でもちろん他人が何を好きでも、まあ、それもそれとしてこう認められるというか、まあ、趣味の違いで自分ももしかしたらそれを好きになるかもしれないけれども、まあ、今は違うっていったような,なんかそのん違いだったりとか、まあ、自分自身の好みの変化っていうのもかなり柔軟にうん感じられるような,なんかそういったマインドに変化していったなっていうのをすごく感じています。